はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回の言いたいことを言っていくシリーズはクソゴミレビュアー発見機を見つけたので、それについて言いたいことを言っていきたいと思います。そのゲームとは、昨年10月に発売され、今年の1月18日に日本語に対応した CS 版が発売されたエンドレスダンジョンというゲームです。このゲーム、セガがかなりの方にばらまいたようで、たくさんの方がレビュー動画、プロモーション動画を上げているのですが、この方々のほとんどが私が思い描くクソゴミレビュアーの基準に当てはまった方しかほとんどおりません。ちなみにこのクソゴミレビュアーの判断基準というのは、私の偏見と基準に基づいたものであり、こちらについては過去の言いたいこと動画で語っていますので、気になる方は参考にしてみてください。ではなぜこのエンドレスダンジョンのレビューを上げている方のほとんどがクソゴミレビュアーかということについて、分かりやすく要点を説明していきましょう。こちらのゲーム、1月18日発売のゲームなんですが、セガがばらまいた日時というのが18日の直前であったため、発売日以前にまとまったプレイ時間を確保することが極めて難しい状況となっています。にもかかわらず、レビュー動画を上げている方のほとんどが18日当日か翌日の19日に上げており、全くプレイ時間が足りていません。2つ目、残念な話ですが、こちらのタイトル全く数字が取れませんので、お金目的でやっている方にとっては非常にまずい作品と言えるでしょう。ですので18日当日のライブ配信をちょこっとやって、レビュー動画を出し、さあとりあえず義理は果たしたぜと言わんばかりに、その後もう一切プレイしませんというのを公言する状況で動画を上げている方がほとんどとなっています。第3に、このゲームローグライクのゲームということで、非常に分かりやすく言ってしまうと風来の試練のようなゲームだと思ってください。このタイプのゲームで1つ目2つ目のダンジョンをクリアしただけで、ラスボスを倒すこともなく、やり込み要素に一切触ってもいないというような状況で物を語っている人しかほぼおりません。4つ目、ゲームを全然やり込んでいなくて、なおかつセガに忖度するために、わかりやすくローグライク&タワーディフェンスのゲームで売りにしている歌い文句、これをひたすらアピールポイントとして語っており、自分の感性や基準というものが全く見えない動画を上げている人しかおりません。このような状況ですので、私がいつものように感想が確定した段階で、私の反対意見や類似意見で参考になるロジック動画があるかなというふうにあさってみたところ、まあものの見事にほとんどがクソゴミレビュアーでした。その中でも特にひどかった2トップだけ軽く理由も交えて解説したいかなと思います。1人目が、名前とはまるで正反対の性質を持っている Y 翔さんです。この Y 翔さん、素晴らしいことに当日に数字が取れる時だけしっかりと配信し、たかだか10時間程度でこのゲームに対する意見を確定させて物を語っております。なお当たり前のようにラスボスは倒せておらず、ゲームクリアもしていないにもかかわらず、序盤の進め方はこうだ、おすすめ攻略法みたいな超絶頭の悪いことも追加で語っているという決まり具合です。ちなみにこの方、8時間のライブ配信中にはまるでいいところがなかったのですが、レビュー動画のプラス2時間のバック画面の動画を見るに、イージーモードに下げた資源量でワンダイブだけお情けでプレイしたのが見え見えの、そんな情けなくてしょうもないやつが、序盤のおすすめ敗北法ドヤーとか、このゲームはこんなゲームだドヤーと、なぜ上から目線でご考説を垂れながら断言したレビューを出せるのか、私には
はなはだ理解できません。2人目がミス・シルバーさんです。この方は一応3人パーティーまで解放していましたので、多少やっていることはわかります。しかし当日の一番数字が取れるところだけライブ配信でプレイしていたのですが、プレイと知識を見るにあという感じで、ある程度やった人から見ると察しという状態でした。まあ残念ながらラスボスは9対1ぐらいで確実に倒せていないでしょう。この方の一番素晴らしいところは、レビュー動画を1月18日以前に出して、1月18日のライブ配信をちょろーんとやって、さあ美味しいところは食べて義務を果たしたと分かりやすく宣言して、このゲームからフェードアウトしていった点です。レビュー動画を拝見してロジックを確認した限りでは、はっきり言って何言ってんだこいつという感想でした。ハマっちゃって徹夜でやり込むほど中毒性がありました。かっこ、でももうこのゲーム二度とやりません、かっこ閉じであったり、本作の最大の売りは周回要素が用意されていて、その周回要素が素晴らしいので周回が楽しいですみたいなことを言いながら理由を解説されていたのですが、やり込んだ側からするとローグライクゲームとしては周回要素はクソ弱いし、中毒性は全くなくて、もう20時間くらいプレイしたら残っているのはマジで刑務作業のゲームなんだけど、こいつマジで何言ってるんだという感じでした。まあこの方は私が過去に語ったクソゴミレビュアーの要素すべてを兼ね備えた完璧な方であり、体験版をプレイして絶賛していたにもかかわらず製品版はプレイしないというスーパーハイレベルクソゴミレビューをたくさんやっている方でしたので、クイーンオブクソゴミレビュアーといったところでしょう。このような感じでエンドレスダンジョンのレビューを上げている方々のほとんどが忖度してゲームの売りの歌い文句を台本読みしているだけ、お金欲しいからやってるだけです、数字稼げないから全然やりません、ゲームに対する自身のロジックや基準なんてものは何にもありませんといった負の要素ばかりすすけて見えるレビューを上げていますので、興味のある方はエンドレスダンジョンのレビューを漁ってみると面白いかもしれません。なおかつその上で自分でも買ってみてしっかりプレイしてみると、このトンチン感さ具合が非常によく分かって楽しめるかもしれません。ま、極めてボンゲーの刑務作業ゲーですので、ゲームとして私はおすすめできませんが、違った目的のために買ってみるというのも一興かもしれませんね。ということで今回私が言いたいことは、クソゴミレビュアー発見記エンドレスダンジョンのレビュー動画が面白いです。以上、終わり。